村哲医師の追悼の写真展でございます。概要などを軽く説明をいたします。ペシャバル会というのをお作りになられて、結局井戸や水路を作られたということで有名になってますけども、初めはハンセン病のことがですね、医療に携わって、もともと医者ですからね、でハンセン病の治療で入られたというような話なんです。でハンセン病で入ったんだけど、足なんかを感覚がないからね、怪我したりするので、さっきサンダルをこうやって作って、50円で売ったりとかされたというようなことですね。で初めはこのように日の丸のマークを掲げとったんですね。でアラブ地帯では日の丸っていうのは日露戦争があって、ロシアに勝ったような国で勇敢な国だということで非常に評判が良かったんですよ。ところがですね、イラク戦争以降、ジャンジャカとですね、アメリカに追随するようになればですね、なんやねんで、アメリカの手先やないかいということで、これはもうあかんやないかというようなことになったということですね。その後で日の丸消しています。で、まずはやっぱりこれ、移動がなかったらあかんよねということで、干ばつなんかがあったので、移動をこうやって起こるようになっています。干ばつなんですね。なってますよね。で、これ水がないとですね、もう万病のもとというか、これ泥水をみんなすすっとったわけですね。でこれはもうあかんよということで、そもそもこれ農業地帯で自給率 100% ぐらいのところをやったということをやったんですけども、せやけども何して水がなくなったんでね、でこれでこんな感じで井戸をまず掘って、さつまいもをやりました。で、これ干ばつで2001年にですね、雲がなくなったんで、日本で数ヶ月お金集めをして、基金で2億円ぐらい集まったということです。で、この時にはタリバンが、こうやってこう順番通りね、取ってはるんですけども、タリバンが一緒になってこう配ってはったということです。で席を作ったんだけど、対岸の補強がうまいこといかんなということで、この筑後川の山田関をモデルとしたということです。日本のやつですね、布団かごを真似したということです。で日本の場合にはこの針金はこれ竹ですよ。で現地ででもですね、修理ができるようにということで、このような原始的な方法を使っているんです。でここの用水路の横にはこう柳を植えました。水がこの中でね、旬でも大丈夫やという強い植物やということで、でこれ5年経って4年か4年経ったらもうこう生い茂ってますね。カゴでこんな感じにずっと見たらね、そう困っちゃうとしてね、それで何がこんなんでいいかってね、もうね、いやもうこれ人間社会おしまいやん、日本もおしまいやん、なめると困るからね、新聞記事ですね。ねえ、ちょっと冗談じゃないよ。2019年12月5日の新聞記事だ。まあその方のね、で鉄砲水というか地球温暖化でですね、積もった雪がいきなりバーンと出てきて鉄砲水の跡がなったりして、その後水がなくなったりするので、ダムのような感じでこういうものも作られました。で池にした魚が住んで取れるようになったよという。ほんまにこういう気持ちでやっていかんとあかんのですよ。
いわゆる先進国のおかげで気候変動が起こってこういう偉いことになっとるわけですからね。で、これ稲も栽培をしだしましたということですね。2008年2月には伊藤和也さんが法人が拉致をされたということで、この後でですね、まあ、殺されるわけですけども、徐々に、ペシャワール会というか向こうでの日本人の方を撤退をさせるということになってきます。水があればいろんな形で農業ができるということで、農業が今度これ発展をしております。でそもそもこれみんななんか集まってチームワークで仕事をするという習慣がなかったらしいんですけども、こういろんな形でですね、回収とかですね、整備するのにはチームワークでやってくださいよというようなことで、こういうねコミュニティのような形のものもできていったということです。であとですね、その後で学校なんかもできて、で、こう昔の日本の寺みたいな感じで揉め事があった時に中でまあみんなで話し合うというような意味でのモスクとかそういうものもできていったということですね。学校この野原でやってたやつを建物でやるんですね。で男の子のとこ学校と女の子の学校はまた別なんですよ。で、これもう真冬でめちゃくちゃ寒い氷のような水やって書いてますね。で2010年にはこの大きな大洪水が起こって、欧米なんかが作ったやつなんかは石が持たなかったというんですけども、中村さんが指導して作った分だけはこれ残ったと。で、まあ、泥だけをかき出せばまた使えるようになったというように言われてますね。で初めのあの柳の木を植えたのがもうこんなことになってます。すごいですよ。で農業を進めていったのでこんな感じでね、これは桃ですよ、桃。で陶器はまあね、そんなに超えた土地でなかったもできるということなんですけども、特別にそんなあの肥料をまいたりとかいうものはあんまりないようですね。でもともと肥沃な土地でですね、自給率はやっぱり 100% やったらしいです。で遊牧民がですねまた植えたやつをこう食べたりするとラクダがね、でまた別に水飲み場を作って、そこで糞が出てきたやつを肥料にして使ったというようなことですね。お蜂蜜なんかもやったりとか、いろんなことをこう、ね、やられて、でこのバラ園なんかは砂漠の中にあるということで、アフガニスタンからではですね、すごい一大観光地のようになっているということです。で水があるからこうバラができたと、こんなこんな感じですね。ところがですね、その伊藤さんが殺された後にですね、日本人のスタッフをどんどん返して最後中村さんが残っておったわけですけども、その中村さんに対してですね、パキスタンがこういうふうに、まあ、栄えてくると、パキスタンがアフガンからパキスタンに逃げてきた難民をまた戻し出すわけですね。ならその中に IS なんかももちろん入ってたわけですわ。そして、まあ、中村さんを殺したのはですね、まあ、プロの仕事やというふうに言われてます。で本当に死んだかどうかというのは確認までしてますからね。それは何が狙いなのかよく分からないですけども、そういうことをパキスタン側でやって、まあ、パキスタンへまたそのヒットマン逃げていったというふうに言われてますけども、中村さんがお亡くなりになった後もですね、アフガの地元ではこのように、まあ、水路は残りますからね、学校もそうだけど、だから、まあ、
地域の発展のためにこうやって使われていっておるという、なかなかねこういった方というのは、まあ、出てこないですから、だからこういう方のね伝記をやっぱりねこれは残しておいていただきたいなというふうに思います。いろんな本が出てますから、また参考で中村さんも皆さんこれで騒ぎだけですから、また勉強をしていただいたらというふうに思います。あまり日本人がというふうに私は言いませんけども、日本人の誇りがっていうのやったら、これこそが世界に誇る日本の誇りではないかというふうに考えます。